ということで、森の音楽隊、そう、あ、そう、はい、森の音楽隊ということで、はい、お集まりいただきありがとうございます。今日はですね、朝から、夕方までずっとこうこの柏の葉公園と、あちらの県民プラザの方で、一日中あの音楽が聞こえるというあの楽しい一日なので、大丈夫ですかこれね。最後まで、まあ、一日暑いですけども、聞いていただければと思います。はい、森の音楽隊、何校でしたっけ？結構出ますね。ちょっと、出てきますので、ごめんなさい、あの適当で。まずトップバッターなんですけども、はい、市立高校の1年生ですか？そうですね。の皆さんですね。はい、60名。4月に入学したばかりです。スーパー1年生。はい、イエイ。はい、年代低いですね。はい、それではあのおじさんたち喋っててもしょうがないので、演奏を聴いていただきたいと思います。それでは市立柏高校の皆さんです。よろしくお願いします。まず1曲目は海兵隊というマーチの曲を、はい、それではお願いします。CM ご覧になった方いらっしゃいますかね。水ソーダ学園、カルピスソーダ の曲を、お聴きいただきたいと思います。それともう一つ、フムリガメディシン、ジャズのスタンダードナンバーの曲を1曲、アルトサックスのソロで、2曲続けてお願いいたします。
と煙が目に染みるという2曲お送りいたしました。さあ1年生、今日が実はお客さんに聴いていただく初めてのステージということであって、緊張してる近くあの1年生60名入りまして、この約2ヶ月間ですね、今日の日のために一生懸命練習してきましたので、ぜひ皆さん温かい拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは、また次の曲に行きたいと思います。次は3曲、続けてお聴きください。皆さんよくご存知の AKB の曲をメドレーにしてお送りいたします。それではどうぞ。その中の上位の子たちに歌っていただきました。これからもさらに磨きをかけていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、続いても、ボーカルの曲をお聴きいただきたいと思います。皆様もよくご存知の曲と思います。ちょっとしっとりとした曲です。トイレの神様をお送りいたします。それではどうぞ。
ばあちゃんと暮してた。毎日お手伝いをして、重くな鍋をした。でもトイレ掃除だけ苦手な私に、おばあちゃんがここにいた。トイレにパン、だから毎日綺麗にしたら、女神様みたいにべっぴんさんになれるんやね。その日から私はトイレをピカピカにし始めた。べっぴんさんに絶対なりたくて、毎日磨いてた。少し大人になった私は、おばあちゃんとぶつかった。家族ともやれなくて、場所がなくなった。どうしてだろう、人は人を傷つけ、大切なものをなくしてく。いつも味方をしてくれてた、おばあちゃん残して一人が過ぎて、おばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った。おばあちゃんただいまって、わざと昔みたいに言ってみたけど、ちょっと話しただけだったのに、もう帰って病室を出された。
ありがとうございました。教員の神様、1年生のボーカル付きでお送りいたしました。さて、市立柏高校の1年生バンド、前半の方ですが、次の曲で、最後の曲とさせていただきたいと思います。最後の曲はノリノリの、サンバの曲で、お送りしたいと思います。宝島です。それではお聴きください。どうぞ。バンド、いたしますので、また聴いていただければと思います。はい、ありがとうございました。